いや、いいところで会えたわ、猫ネズミさん。あなたは永久に狩りの才能があるわ。でもそのことについて話したいわけじゃないのでしょう。ゼウス、人類に対する彼の企みは狩りのルールに背いている。あなたと共に彼に立ち向かうわ。やっとカントレス DMR、 次のことを尋ねる。まあこれは尋ねたからよしとして、最後のオリンポスの奥を解読する。